で、あとは、2009年ですね。今日の、ヤフーアクセスランキング、スポーツを見ていきたいと思うんですが、ワールドカップオランジラ、ワールドカップオランダ、ブラジル戦戦い抜いた西村出身、見事だった中国メディアというふうな記事があるんですが、これですね。あれ、見事だったという記事なんですけども、中国のスポーツメディア、タイム、なんて言うんでしょう。こうですね。メリハリがあったというふうに書いてあります。日本人が初めてワールドカップ準決勝の主審を務めたこの試合っていうんですが、で、ブラジルの選手がオランダの選手を足で踏んづけてレッドカードを出したということがあるんですけども、日本人が初めてというのがあるので、アジア人だったら他の国の人がワールドカップの準々決勝を受け持ったことがあるのかなと思うんですが、そうですね、あとは、そうですね、なんか、いいんですが、3番目出身、力士出身にこだわった、力士出身にこだわった3時間、協会が緊急役員会という記事があるんですけども、これですね。3時間に及んだ会議が終わると、理事、副理事ら役員の多くは明日わかるなどと報道陣の質問を遮り、林で引き上げた。役員会の開催、報道陣に事前には伝えられず、記者らは館内から締め出されたというふうに書いてありますね。で、野球賭博問題を、野球賭博解析に当たってきた特別調査委員会は、6月28日の理事会で謹慎する理事長の代行を置くようにと勧告し、内々に、村山、なんちゅう、これですね、の推薦でまとめていたというふうに書いてありますね。で、この日、役員から人事案まで受け入れるかどうかが焦点となり、力士出身の理事がふさわしいとの意見で一致というふうに書いてありますね。まったくこいつは何にも、相撲の理事というのは何やってんのかなと思うんですが。あと6番目、大竹というんでしょう、大竹親方こと美月を解雇処分、日本相撲協会というふうにあるんですけども、これですね。除名というわけにはしなかった、除名が一番重くて、卒業解雇みたいだったんですが、解雇処分にしたそうです。退職金が出るか出ないか、除名だったら退職金が出ないんですが、解雇だと、退職金が出るそうです。で、14番目なんですが、回し組が推薦拒否、ほう駒親方を代行に指名というふうに出ていますが、拒否できる立場じゃないと思うんですけども、だからその、いろいろあって、その後、回し組から初日、千秋楽の協会の挨拶や優勝力士への、なんちゅう、これですね、優勝カップというんでしょうか、授与など、これまで力士出身者のみが行っていた聖域に外部の人物が侵されることへの反発が噴出、代行も力士 OB の理事が務めるという意見が強くなった、理事長代行職といえ、
内情わからないもん、わからないと問題解決し、解決が進まないという声があるんですが、よくわかんないですね。ですね。問題が進まない。じゃあどういうことだったら進まないのかというのがよくわかんないんですが。あとは、あと19番目、16強のもとはご飯や餃子、同行シェフ会見という記事が出ているんですが、この記事を見ると、確かデンマークの代表選手が、まあ、この記事についてなんですけども、まあ、シェフ料理を作った人なんですけども、西さんはまず1ヶ月ちょっとの間、一人残す故障者、下痢をする人もなく、自分の任務を全うできたのではないかと安堵の表情で語ったというふうに書いてあります。で、田中マルクス・トゥーリオ選手、名古屋グランパスから、今日勝ったのは西さんの料理のおかげだなと言われ、大エピソードを披露し、すごく嬉しかったと笑顔を示したというんですが、これデンマークの何か本があったんですが、高島秀武の徳成ラジオで、徳成ラジオ夕焼けオットラインで紹介された本で、デンマーク代表があったんですが、デンマーク代表は、練習もオープンで、食べ物もその国で出されても出してください、一切注文つけませんといったこととなんか対照的だなと思いました。ただこの本に書いてあることがどうも本当ではないような、トマソンという人がいたんですが、シュアで、子供と話しそうとした人なんですけども、トマソン本人はそんなことシュアは分からないというようなことを言っているのです。それがどうなのかはっきりしないところなんですが、で、まあ、ここで一度消えたいと思います。